統一指数による能力偏差値が、優秀な本命馬を紹介していきます。全レース、全馬の指数グラフと本命馬は、この動画の説明文に公開先のリンクを掲載していますのでご利用ください。園田競馬から推奨レースを紹介します。本命馬の偏差値ランクが S ランクのレースは、4レースと6レースと8レースと11レースの4つのレースとなります。 本命馬の偏差値ランクが A ランクのレースは、1レースと3レースと7レースと10レースと12レースの5つのレースとなります。S ランクの本命馬のいるレースを紹介していきます。それでは指数グラフに切り替えます。そのだけは6レースの本命馬から解説していきます。指数グラフの基本的な見方ですが、横軸は日付の時系列、右端が今回のレースとなっています。 指数は青色の折れ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。その他の競争条件も同時にプロットされていますので、様々な適正分析が可能です。例えば、馬体重は黒色の折れ線でプロットしています。本命馬は6枠7番、エナの奇跡です。この馬の偏差値ランクは S ランク、勝利確率は 45%を見込んでいます。まず、本命馬の指数グラフで本命馬の能力と束との力関係から見ていきます。近走で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは、2。走前の指数の5。6で連帯目安の黄色線を2。3上回っています。一方最低の指数となっているのは、3。走前の指数の27で黄色線を5下回っています。 本命馬の能力は、まずまずです。他の有力馬との能力比較を行います。まずは、対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、3走前の指数の33で、本命馬のピーク指数に対して23下回っています。最低指数に対しては、6上回っています。この馬に全ての条件が揃えば、逆転の可能性も多少はあります。 次に黒三角を打った馬の指数、グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、2。層前の指数の3。9で本命馬のピーク指数に対して17下回っています。最低指数に対しては12上回っています。この馬に全ての条件が揃えば逆転の可能性も多少はあります。以上、より束との力関係からは、他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり。 若干のリスクはあります次に本命場に適正面のリスクがないか見ていきます距離適性から見ていきます距離は紫色の丸です今回は1400メートルとなります指数がピークとなっているところは2走前は紫の丸が1400 1400は適距離です展開面を見ていきますレース展開はミドルペースを予測しています一角通過順位は オレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところは、2。走前はオレンジの四角が後ろからの競馬です。後方からの差し追い込みが良いタイプです。先行力分析シートへ切り替えます。先行力は9で9位です。上がり指数は4。4でトップです。高い上がり指数で鋭い差し足が見られそうです。開催場適性を見ていきます。過去1年。 地方での出走がありません。地方適性は不明です。以上より、本命馬の適性は距離適性と展開面が高評価できます。一方、開催場適性がリスクです。適正面には多少のリスクはありそうです。以上の分析をまとめます。と、束との力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり、若干のリスクはあります。適正面には。 多少のリスクはありそうです冒頭この本命馬の勝利確率は45%と申し上げましたがそこまでの勝利確率は望めそうにありません推奨の本命馬としてはリスクが高そうです次のレースを読み込んでいきますしばらくお待ちください 前のレースと同じ園田競馬から次のレースを紹介します。それでは指数グラフに切り替えます。園田競馬11レースの本命馬から解説していきます。本命馬は4枠4番リケアサブルです。この馬の偏差値ランクは s ランク勝利確率は4。5%を見込んでいます。まず、本命馬の指数グラフで本命馬の能力と束との力関係から見ていきます。 金層で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは2層前の指数の72で連帯目安の黄色線を18上回っています一方最低の指数となっているのは5層前の指数の46で黄色線を8下回っています本命馬の能力はまずまずです他の有力馬との能力比較を行いますまずは 対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは3走前の指数の59で本命馬のピーク指数に対して13下回っています最低指数に対しては13上回っていますこの馬に全ての条件が揃えば逆転の可能性も多少はあります次に黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは 一層前の指数の49で、本命馬のピーク指数に対して、23下回っています。最低指数に対しては、3上回っています。この馬に全ての条件が揃えば、逆転の可能性も多少はあります。以上より、他馬との力関係からは、他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり、若干のリスクはあります。次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます。 距離適正から見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は 1700m となります。指数がピークとなっているところは、2走前は紫の丸が1400、4走前は紫の丸が1400、1400が適距離ですが、過去1年、1400以上の出走履歴がありません。1700への距離延長適正は不明でリスクです。展開面を見ていきます。レース展開は、 スローペースを予測しています一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところは2走前はオレンジの四角が5番手から4走前はオレンジの四角が3番手からの競馬です中段より前目からのちょい差しが良いタイプです先行力分析シートへ切り替えます先行力は37で2位です上がり指数は27で3位です まずまずの先行力で、前目につけられそうです。以上より、本命馬の適正は、展開面が高評価できます。一方、距離適性がリスクです。適正面には、多少のリスクはありそうです。以上の分析をまとめますと、他馬との力関係からは、他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり、若干のリスクはあります。適正面には、多少のリスクはありそうです。 冒頭、この本命馬の勝利確率は45%と申し上げましたが、そこまでの勝利確率は望めそうにありません。推奨の本命馬としてはリスクが高そうです。次のレースを読み込んでいきます。しばらくお待ちください。名古屋競馬から推奨レースを紹介します。 本名馬の偏差値ランクが S ランクのレースは4レースと6レースと9レースの3つのレースとなります。本名馬の偏差値ランクが A ランクのレースは1レースと8レースと12レースの3つのレースとなります。S ランクの本名馬のいるレースを紹介していきます。それでは指数グラフに切り替えます。名古屋競馬4レースの本名馬から解説していきます。本馬は、 8枠12番ケープグッドホープです。この馬の偏差値ランクは s ランク勝利確率は4。5%を見込んでいます。まず、本命馬の指数グラフで本命馬の能力と束との力関係から見ていきます。近走で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは、2。走前の指数の4。7で連帯目安の黄色線を24上回っています。 一方、最低の指数となっているのは、一層前の指数の三十七で、黄色線を十四上回っています。本命馬の能力は相当高いです。他の有力馬との能力比較を行います。まずは、対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、三層前の指数の三十八で、本命馬のピーク指数に対して九下回っています。 最低指数に対しては、1上回っています。この馬に好条件となれば、逆転の可能性があります。次に、黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、2走前の指数の31で、本命馬のピーク指数に対して16下回っています。最低指数に対しては、6下回っています。この馬の逆転の可能性は低いです。以上より。 サバとの力関係からは、他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり、若干のリスクはあります。次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます。距離適性から見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1500メートルとなります。指数がピークとなっているところは、2。走前は紫の丸が14001400が適距離ですが、過去1。年、 1400以上の出走履歴がありません。1500への距離延長適正は不明でリスクです。展開面を見ていきます。レース展開はミドルペースを予測しています。一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところは、2走前はオレンジの四角が2番手からの競馬です。好位からの競馬が良いタイプです。先行力分析シートへ切り替えます。先行力は、 33でトップです上がり指数は14で6位です楽に後位につけられる高い先行力を持っています開催場適性を見ていきます地方での指数は中央と変わりありません以上より本命馬の適正は展開面が高評価できます一方距離適性がリスクです適正面には多少のリスクはありそうです以上の分析をまとめますと 他馬との力関係からは、他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり、若干のリスクはあります。適正面には、多少のリスクはありそうです。冒頭、この本命馬の勝利確率は45%と申し上げましたが、そこまでの勝利確率は望めそうにありません。推奨の本命馬としてはリスクが高そうです。次のレースを読み込んでいきます。しばらくお待ちください。 前のレースと同じ名古屋競馬から次のレースを紹介します。それでは指数グラフに切り替えます。名古屋競馬、旧レースの本命馬から解説していきます。本命馬は8枠11番、ウィンジャックです。この馬の偏差値ランクは S ランク、勝利確率は63%を見込んでいます。まず、本命馬の指数グラフで、本命馬の能力と、 他馬との力関係から見ていきます金走で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは5層前の指数の52で連帯目安の黄色線を12上回っています一方最低の指数となっているのは4層前の指数の33で黄色線を7下回っていままますす本馬馬ののの能能力力力はずずで他有と比較を行います。 ままずは、対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは2走前の指数の41で本命馬のピーク指数に対して11下回っています最低指数に対しては8上回っていますこの馬に全ての条件が揃えば逆転の可能性も多少はあります次に黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えます 2走前の指数の48で本命馬のピーク指数に対して4下回っています最低指数に対しては15上回っていますこの馬に好条件となれば逆転の可能性があります以上より他馬との力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性がありリスクはあります次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます距離適性から見ていきます 距離は紫色の丸です。今回は1 7 0 0メートルとなります。指数がピークとなっているところは、1層前は紫の丸が1500、5層前は紫の丸が2100、2100が適距離ですが、1700も守備範囲です。展開面を見ていきます。レース展開は、ミドルペースを予測しています。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。 指数がピークとなっているところは1層前はオレンジの四角が花を切って5層前はオレンジの四角が花を切っての競馬です花を切って逃げが必須のタイプです先行力分析シートへ切り替えます先行力は34でトップです上がり指数は25で4位です楽に逃げられる高い先行力を持っています以上より本命馬の適性は展開面が高評価できます 適正面に大きなリスクはなさそうです以上の分析をまとめますと他場との力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性がありリスクはあります適正面に大きなリスクはなさそうです冒頭この本命馬の勝利確率は63%と申し上げましたがそこまでの勝利確率は望めそうにありません推奨の本命馬としてはリスクが高そうです 次のレースを読み込んでいきます。しばらくお待ちください。川崎競馬から推奨レースを紹介します。本命馬の偏差値ランクが S ランクのレースは、本日ありません。本命馬の偏差値ランクが A ランクのレースは、一レースと、三レースと、六レースと、七レースと、 8レースと11レースの6つのレースとなります。A ランクの本命馬のいるレースを紹介していきます。それでは指数グラフに切り替えます。川崎競馬7レースの本命馬から解説していきます。本命馬は2枠2番、サラサグッドワークです。この馬の偏差値ランクは A ランク、勝利確率は44%を見込んでいます。まず、本命馬の指数グラフで。 本命馬の能力と他馬との力関係から見ていきます金走で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは一層前の指数の66で連帯目安の黄色線を14上回っています一方最低の指数となっているのは2走前の指数の52で黄色線上となっています本命馬の能力は相当高いです他の有力馬との 能力比較を行いますまずは対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは一層前の指数の64で本命馬のピーク指数に対して2下回っています最低指数に対しては12上回っていますこの馬に好条件となれば逆転の可能性があります次に黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えます この馬の最高指数となっているのは、2走前の指数の59で、本命馬のピーク指数に対して、7下回っています。最低指数に対しては、7上回っています。この馬に好条件となれば、逆転の可能性があります。以上より、他馬との力関係からは、他の有力馬にも逆転の可能性が高く、大きなリスクはあります。次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます。 距離適性から見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1 4 0 0メートルとなります。指数がピークとなっているところは、1層前は紫の丸が1500、4走前は紫の丸が1400、1500が適距離ですが、1400も守備範囲です。展開面を見ていきます。レース展開はミドルペースを予測しています。一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます。 指数がピークとなっているところは、1層前はオレンジの四角が5番手から、4層前はオレンジの四角が3番手からの競馬です。先行も差しも良い自在タイプです。先行力分析シートへ切り替えます。先行力は38で2位です。上がり指数は30で3位です。まずまずの先行力で前目につけられそうです。以上より本命馬の適性は、 展開面が高評価できます適正面に大きなリスクはなさそうです以上の分析をまとめますと他馬との力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性が高く大きなリスクはあります適正面に大きなリスクはなさそうです冒頭この本命馬の勝利確率は44%と申し上げましたがそのくらいの勝利確率しか望めそうにありません 推奨の本名馬としてはリスクが高そうです。次のレースを読み込んでいきます。しばらくお待ちください。前のレースと同じ川崎競馬から次のレースを紹介します。それでは指数グラフに切り替えます。川崎競馬、11レースの本名馬から解説していきます。本名馬は 7枠11番レアシュトゥルムです。この馬の偏差値ランクは a ランク勝利確率は3。8%を見込んでいます。まず、本命馬の指数、グラフで本命馬の能力と束との力関係から見ていきます。均等で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは、一層前の指数の6。5で連帯目安の黄色線を11上回っています。 一方、最低の指数となっているのは、2走前の指数の9で、黄色線を45下回っています。本命馬の能力は、まずまずです。他の有力馬との能力比較を行います。まずは、対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、2走前の指数の56で、本命馬のピーク指数に対して、9下回っています。 最低指数に対しては4。7上回っています。この馬に好条件となれば逆転の可能性があります。次に黒三角を打った馬の指数、グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、一層前の指数の60で本命馬のピーク指数に対して5。下回っています。最低指数に対しては5。1上回っています。この馬に好条件となれば逆転の可能性があります。 以上より、他馬との力関係からは、他の有力馬にも逆転の可能性が高く、大きなリスクはあります。次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます。距離適性から見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1 5 0 0メートルとなります。指数がピークとなっているところは、1層前は紫の丸が1400、3走前は紫の丸が1400。 1400が適距離ですが1月の紫の丸今回と同距離の1500で停止数となっています1500は若干長い可能性が高いです展開面を見ていきますレース展開はハイペースを予測しています一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところは一層前はオレンジの四角が花を切って 3層前はオレンジの四角が花を切っての競馬です。花を切って逃げが必須のタイプです。先行力分析シートへ切り替えます。先行力は43で2位です。上がり指数は15で12位です。まずまずの先行力で逃げられそうです。レース間隔を見ていきます。今回は15週間の休み明けたたき2戦目となります。たたき2層目の上積みを期待できます。以上より 本命馬の適性は展開面とレース間隔が高評価できます一方距離適性がリスクです適性面には多少のリスクはありそうです以上の分析をまとめますと他馬との力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性が高く大きなリスクはあります適性面には多少のリスクはありそうです冒頭この本命馬の勝利確率は 38%と申し上げましたが、そのくらいの勝利確率しか望めそうにありません。推奨の本命馬としてはリスクが高そうです。最後に、ノートにて公開しております。 全,場全レースの指数グラフ PDF をご紹介いたします。ノートの URL はこの動画の説明文に記載しておりますので、ぜひご利用ください。このシートは、過去5層の出走履歴と統一指数を一般的な馬柱にて表示したものです。次のシートです。このシートは、動画で紹介しております指数グラフの各馬の一覧です。 過去1年のの出走履歴とと指指数数をプロットしているフフルバージョンの指数グラフとなります次のシートです。このシートは、過去5層に絞ったシンプルグラフとなります。まずは、このシンプルグラフでの能力判断から始めてみてはいかがでしょうか。次のシートです。このシートでは、上部の表はレース予想動画でも紹介しております。適正分析後の評価一覧となります。指数グラフから読み取れる各種適正について表示しております。 下部の表は、展開分析のデータとなる。各馬の先行力とその順位、各馬の上がり指数とその順位となります。右隣は一角通過予想図となります。次のシートです。このシートは、推奨レースの動画紹介しております。全レースの本命馬について、勝利確率、推奨ランク、適正と能力比較ごみの推奨リスクを表示しております。 この推奨リスクを参考に馬券戦略を練ってみてはいかがでしょうか。